高評価、チャンネル登録下道場のマリコです。素肌美人へようこそ。今日はおすすめハーブデトックス編を行いたいと思います。デトックスって言ってもまあいろいろあると思うんですけど、まあ、こちらからハイビスカス、ローゼルですねとジュニパーベリーで、こちらがスギナですね。でルイボスで、リンデン、こちらがネトルなんですが、どれもそれぞれすごく効能、いろんな効能を持ってるんですけど、今日はデトックスっていうことで、こちらの6種類のものが利尿作用がすごくあるんですね。なのでむくみとか、やっぱり女性の方って立ち仕事だったり水分がうまくこう体から排泄できなくて膀胱炎とかですねなられたりとかあると思うので、むくみに特化したハーブですね。でむくみだけではなくて、やっぱりこう体の中のいらない水分、汚れた濁った水分も一緒に出してくれるので解毒作用もあります。でこちらが便通を、緩やかに便通を流してくれる歓迎作用というものがあるものなんですが、フェンネルですね、ローズヒップ、ダンディライオン、こちらがクワの葉マルベリーですね。でこのマルベリーに関しては、食前30分から1時間前に飲むと脂肪吸収抑制作用っていうのがあって、脂肪をつきにくくしてくれるので、食前に飲むとおすすめです。食後でもいいんですが、マルベリーに関しては食前がいいと思います。でこちらのフェンネルもですね、余分な脂肪分を排泄するのにすごくいいハーブなので、これも、まあ、食前でもいいし食後でもどちらでも良いと思います。もうあとは、1日ゆっくり時間をかけてゆっくり飲んでいくのが効果的だと思います。特に利尿作用のものとかは一気に飲んでしまうと全部ですね、尿と一緒にやっぱり効能って出てしまうので、本当朝昼晩とか水筒とかペットボトルに作っておいて1日かけてゆっくり飲んでいくっていう風にした方が体の余分なものが出やすいと思います。で、飲み合わせ方なんですけど、これ全部揃えるってなるといろいろね大変だと思うので、こちらから1つ、こちらから1つとか2つ2つとかで組み合わせられると飲みやすいと思います。で、それでも飲みにくい時はやっぱりこう緑茶とかですね、紅茶、自分がいつも飲まれてるお茶なんかとブレンドされても良いと思います。このチャンネルはアロマやハーブを使ったクラフト作りのチャンネルです。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。